街角魔族は、伊藤出雲による日本の4コマ漫画作品。漫画タイムキララ、キャラットにて2014年8月号から9月号のゲスト連載を経て、同年11月号から連載が開始された。2019年夏にテレビアニメ化された。架空の街、魂を舞台に、突然魔族の力に目覚めた闇の一族の末裔である、吉田優子が、 闇の一族の始祖であるリリスに使命を与えられ、光の一族の末裔である魔法少女の千代田桃に勝つために、あらゆるつてを使い勝負を挑む奮闘記であり、シャミ師と桃の二人を中心とした日常生活を描くファンタジー系コメディオンコマ漫画。本作は舞台となる街の外では、光と闇の勢力の過酷な闘争が行われていることが、 断片的に研究されるなど、戦闘美少女ものの設定やファンタジーの要素が詰め込まれているものの、劇中では規模の大きな戦いが起きることはなく、三味市と桃のほのほのとした日常を中心に、友人知人や町内規模のトラブルを解決する物語が描かれている。家族ともに、家賃の安いアパートに住む女子高生、吉田優子は幼い頃から病弱で家が、 とても貧しいこと以外、ごく普通の女子高生を辞任していたが、ある日角と尻尾が生えて、闇の一族、魔族としての力に覚醒する。優子は、母親から自分が魔族の血筋であることを知らされ、シャドウミストレス優子という活動名を授かり、埴輪の大き者に封印されていた、メソポタミア文明時代のご先祖からは、光の一族の巫女を倒すという使命を任せられる。 吉だけが貧しいのは長きにわたる、光の勢力との戦いに敗れ続けた結果であり、出稼ぎから帰ってこないとされている父親も、実は魔法少女によって、吉だけで机がありになっている、みかん箱に封印されていた。しかし生まれつき病弱で、人並み以下の戦闘能力しか持たない、シャミは、近所で偶然見かけた、魔法少女の千代田桃が、走ってきた。 ダンプカーを片手で受け止めるのを目の当たりにして、繊維を喪失する。シャミ氏は、クラスメートのサタンリの紹介で、桃が同じ高校の生徒であることを知らされ、戦いを挑むが、ドジで巨弱なシャミ氏と、すでに世界を救った経験もあるという桃では、勝負の体裁にすらならない。それ以来、シャミ氏は、桃との勝負や、魔族としての務めに、悪戦苦闘を重ねて、 桃にりを作り続ける毎日を送っていた。不本意ながら宿敵であるはずの桃と次第に親しく、なっていく、三味しだが、実は、三味しと桃の間には、先代からの因縁があり、三味しが生まれつき病弱な理由、吉田家の父親が、みかん箱に封印されている理由、桃が探している義理の姉の行方、近所の商店街で人気のゆるキャラの羊、 シャミ氏のアルバイト先の人々といった様々な事柄はすべて一つの線でつながっていた。真相を求める探索の最中、精神世界で危機に陥ったシャミ氏の元に駆けつけるため、桃は一時的に闇の魔法少女へと闇落ちするが、そのことで桃の力は弱まってしまう。自分の出生の秘密や桃との因縁を知り、 そもそもミストレスを名乗っているのに一人で戦うのはおかしいという周囲からの突っ込みを聞き入れた、シャミ氏は手下を増やすためにも、桃と共に闇と光の両面から魂の平和を守るため、協力し、緩やかな日常生活の傍ら、様々な困難を解決していくことになる。闇の一族の末裔である、シャミ氏の家族。かつて光の一族が闇の一族にかけた。 様々な呪いによって、あらゆるパワーや運を封印されている影響で、貧乏生活を強いられており、その中でも、吉田家の使える、生活費は月4万円までという呪いにより、医療費、教育費、暖房費以外の生活費を稼ぎすぎると、上限を超えた収入は、紛失や予定外の出費によって、運命レベルで逃げていってしまう。この呪いはもともと、 シャミシの聖書を脅かす深刻な呪いであったものを、10年前に失踪する直前の桜が、吉田家の金運と引き換えにして軽減したもの。金運の呪いは、原作第一巻の結末で、シャミシが桃の傷の手当てをした際に計らずも、魔法少女の遺吉が手に入ったことで、ある程度解かれたものの、結局は、がっかり微調整と呼ばれる呪いの揺り戻しによって、 厳しい生活を余儀なくされている。第3巻で、シャミ氏がアルバイトをすることになった、喫茶店。物語開始から10年前、失踪直前の千代田桜から圧戦を受ける形で、店を立ち上げており、桜の足取りを覆う手がかりとして、アン里から紹介される。第5巻では相次いだトラブルにより元の店を追い出され、シャミ氏らが住むアパート、バンダショーの1階に移転してくる。 魔法少女と契約し力を授けている光の一族の使いがペットなどの生き物に憑依した姿。原作者の伊藤出雲が幼少期に過ごした東京と市が舞台のモデルになっており、多摩市周辺の地名をもじった地名が登場する。主要な舞台である聖域桜ヶ丘という地名は多摩市に実在する成績桜ヶ丘駅に由来するが、伊藤によれば、 劇中の描写は、成績桜ヶ丘駅よりも、カラキラや、多摩センター駅周辺の街並みをイメージしているとされる。多摩市は、様々なところから追われてきた、多種多様な文化の吹き溜まりというコンセプトがあり、ヨーロッパや中国などの様々な文化が集まる、終着点で、世界地図の東の果てにある辺境の地である日本、そのものの縮図でもあるとしている。当初の企画では、 千代田桃にあたる登場人物を主人公とした魔法少女ものとして構想されたものの、担当編集者との打ち合わせの過程で宿敵役として設定された魔族の少女を主人公とすることが決まり、主要登場人物の性格などを変更した上で物語の骨子が決定された。第1話を執筆した時点では連載になるかどうかは決まっておらず、当初はゲスト作品として掲載された。 また、当初の構想では、前3巻で完結する予定であったものの、第3巻のクライマックスである原作、第28話の執筆中にテレビアニメ化の企画が立ち上がり、予定されていた次回作の執筆を取りやめて連載が継続することとなった。本作は4コマごとに、落ちのつく4コマ漫画という形式を取りつつも、単行本格巻ごとにもストーリーの節目となる区切りが、 あり、巻の序盤に貼られていた無数の伏線を巻の終盤で回収して事態を解決するという体裁を取る。コマの余白はなるべく細かく埋めていくという画風も特徴でさりげない会話の中に事件を解決する伏線が貼られていたり、以前のエピソードに登場した小道具が後に背景に登場するといった小ネタも多く用いられている。こうした作風を支持する読者の中には、 伏線について熱心な考察を行っている者もいる。ただし、作者の伊藤出雲は本作の執筆について確かに読み返すごとに新しい発見のある内容を目指しているとしつつも、どちらかというと登場人物が作者の思惑を離れて信念に基づいて一人歩き、したり、対立する両者が物語の中で妥協点を探り合ったりする感覚を重視しているため、 予定したプロットとは違う展開になることも多いとし、各巻の中盤までは明確な結末を決めずに後から解決に役立ちそうな要素だけを物語の中に散りばめ、各巻の最後で辻褄を合わせるような策劇を行っていることを明かしている。表紙カバー下には、連載時には明らかでなかった格和サブタイトルの表記と本編の補足となるおまけ漫画が掲載されている。 格和サブタイトルは後日のテレビアニメ版にも反映されている。2019年7月から9月まで TBS テレビほかアニメリコ枠にて第1期が放送された。第2期は2020年8月に制作が発表された。主要登場人物を演じる声優が登場人物名義でオープニング、エンディングの歌を担当している。 本作を発祥としたインターネットミームとして、写ミ子が悪いんだよがある。この言葉自体は、漫画でもアニメでも実際に使われておらず、あるファンが、桃が優子に対して、言いそうなセリフとして思いついた言葉であり、これが実際に言ってそうな言葉として、ネット上で急速に広まったものである。この広まりの結果、2019年のアニメ流行語大賞で、銀賞、ネット流行語100で、 ニコニコ賞を受賞するに至った。校舎に関しては、原作者の伊藤は前述の事情もあり、最初は受賞を迷ったが、言葉が生まれた経緯やファンが、どのように楽しんでいるかを知った上で受賞することを決めたとともに、アニメ版スタッフやファンに対して、謝辞を述べている。ありがとうございます。